多分中ボスかな。名前がダジャレになってないから。どういう判断基準っていうね。よし、これで乗れるよ、バーディー。え、まさか いないとか言う。え？あー、びっくりした。おった。おー、戻ってきたね。空中ライド覚えてきたです。覚えた、覚えた。いいね、その陽気なキャラ。先にレジスタンスの秘密基地へ行きたい？そんなものがあったですか。ええ、どういうことね。あっち側の山までユウを乗せて飛べばいいのね。え、行ったことないんすか？バーディーさん。オッケー、メインに乗るです。しっかり捕まっててよ。顔は怖いのに。なんて可愛い中身だ。しかもムッキムキなのにね。レッツフライト。おー、すげえ。今まで散々見てきたやつやね。回想シーンみたいな感じで。なんか思うんやけどね、こういう風にきっちり人型の体があるモンスターってさ、羽生えとってもなんか体重くないんかな。ブラーンってなっとるやん、体。ヘルコンドルとかならまだわかるんやけど。さあ、着いたね。秘密基地とやらを探してみるです。岩の中とかそういう感じ。なんかスイッチあるんかな。ん？なんだ？リアクター？あ、そういうことね。移動範囲が広がったのでナビマップを更新します。広がった？これさっきから気になっとったよね。スイッチかな、これ。わかりやすすぎん？お、何か見つけたね。見つけた、見つけた。お、なんだなんだ。ん？ What？ うわー、なんか。あ、これじゃない？なんか最初に、ここに来た時に飛び回りよったやつ。適正のモンスターマスター反応は、ん？も、適正のモンスターマスター反応あり。読みにくいよ、ひらがな。タイプ、アンセスを確認、捕獲する。タイプ、アンセスってなんだ？ロボットみたいじゃないか、私。どうやら逃がしてくれなさそうね。やっつけないとどうにもならなさそうです。カタカナよりもひらがなの方が読みにくいと思った。え、てかこれは、ここでボス戦？ボスってわけではないのか。中ボスって感じ？デスバーン。あ、多分中ボスかな。名前がダジャレになってないから。どういう判断基準っていうね。まあ中ボスだ。ジゴスパーク。だったらみんな楽勝だよ、きっと。ん？こいつは手はついてないんかな？手はないのか。羽だけか。この子もあれやろ、ブレイクモンスターとかいうやつ。あ、混乱した。やめてよ、混乱。え、すごい弱い。めっちゃ弱い。そっかそっか。まあ、小指スライムなら混乱したところで、回復要因だから弱いよね。よかったよかった。ん、でも普段もっと強い気がするんだけど、気のせいかな。混乱してなんか、力が抑えめになってるのか？あ、さすがに中ボスやけん。小指スライムの技じゃそこまで効かんで、あー、ちょっと待って。消された。消されたよ。混乱させられた上に消された。ひどい。お、回復したね。まあ、回復要因とはいえ、他のメンバーもちゃんと回復はできるっていう、抜かりないよ。よっしゃー、やったね。おー、経験値。いいね、いいね。これはさすがにグッて動いた。まあ、レベルが上がったのはスタンバイモンスターだけれども。機体の損傷率が 60% 突破。戦闘機能の停止を確認。やったです。これで安心して秘密基地に行けます。安心していけるの？お、なんだなんだ、怖いよ。重要なデータをコアに転送します。エネルギーを通信装置に。え？重要なデータをコアに送信？今のここに秘密基地があるっていう言葉を聞かれたんじゃないのかい？グレイト！さあ、アンセス。早くさっきの入り口を調べるです。ん？今の
重要なデータを送信っていう言葉はこっちには聞こえてなかったんかな。お、なんか上がってきた。隠されているドアにアクセス。マスターキーでロックを解除します。リアクターがあれば入れるってことか。まあレジスタンス専用みたいやけんね。お、ルーラポイントある。ちゃんと記録しとこうっと。おお、本当にゲートがあったね。アンセス、行ってみるです。てかこの子はレジスタンス側なのになんで来たことなかったんだね。超疑問なんですけど、仲間じゃないの？ルーラポイントを起動します。ルーラの行き先に灼熱の火山秘密基地が追加された。てかこれって開けたら開けっぱなしなの？閉めないの？なんか超普通に火山なんだけど、これは？これはなんだい？何があるの？あの子いないけど、あれかな、早速空中ライドを使えということかしら。よし。はえ、めっちゃ溶岩ですけど、めっちゃ溶岩ですけど、何か、どうすんのこれ。冷え、焼ける。焼き鳥に。とりあえずちょっとこっち側行ってみよう。なになになに、びっくりした。なんか入り口開いた。今すげえビビったよ私。この辺はあれかな、レジスタンスの秘密基地ってことはモンスターいるじゃねえか。なんだと？レジスタンス秘密基地に入られてるよ。ん？これってなんかこの辺さ、なんか最初こういうとこ通ってこんかったっけ？気のせいかな。まあ似たような場所ってことか。いけいけーい。ん？ホイミスライムの体力は大丈夫？大丈夫か。てかさ、あのバーディー全然ついてきてないんだけどさ、別にそこは目視できる感じにはしてないのかい？またあれかな、イベントとかが始まったら普通におる感じの設定っすか。余裕。よし、伐採マシンがもうちょっとでレベル上がるね。てかどこへ、おお、やべえ。どこへ向かえばよろしいのかしら。なんかめっちゃ向かってきてるんだ。なんかおる。なんかおるよ。なんかおるっていうかさ、スタッ。あ、そうそう。えへ。あ、そうそう、ちょっと待ってね。めっちゃ目あったけど何もしてこない。世界中の歯を手に入れた。え、この子たち味方じゃないよね。普通に敵だよね。ですよね。なんで向かってこなかったの？まあ、よろしいけども。てか、ここに来てキラーマシン。弱いよー。まあ、結構みんな普通に弱いけど。さあ、行け行け。こっちには伐採マシンがいるんだからね。伐採ってあたりがちょっとダサいけど。おーし。よっしゃ、伐採マシンのレベルが上がった。あ、これ何？スイッチ？違う。もしかして全く違う？うん。違うっぽい。ちょっと一瞬スイッチかなと思ったんやけど。この辺別に何もないのか。リアクター反応。何これ？あ、宝箱ね。鍵はかかっていないようだ。あ、そういうのもわかるんや。これはさっき取った。目的地みたいな別にないんやね。じゃあとりあえず向かえますか。これは、この子でさ、ほわーって行った方が絶対早いよ。地中飛ぶじゃね。地面歩いてるより絶対ね、早いよ。多分ね。よーし、次は、なになに、誰よ。めっちゃガシャガシャ言ってっけどさ、普通に通り過ぎたからね。よし。
大魔導のコインを手に入れた。大魔導のコインって何？小さなメダルと何か関係あります？うおう、空中での戦い。全然地面ですけどね。守りの霧。この先、ここに来たらあれやろ、女の子おるって言ったよね。どこにいるの？てかこんな魔物だらけのところに本当にいるの？絶対やられるやん。秘密基地の中に入られてんじゃないよ。なんかさらに奥にモンスターに入られんような場所があるとかそういうことかな。じゃないとただのバカじゃないか。結構進んできた。この辺は？あ、ごめんね、ピコーンとか言ってるけど。ピコーンとか言ってるけど。なにこれ？これは、ただのモンスターかな？おそらく。きっと。うん。ボスじゃないよね、だって。違うでしょ。うおー、びっくりした。見えないから。あなたのドアップしか見えなかったから。しかも、何これ。数増えてんじゃないか。別にさ。びっくりした。そっか、あっち側か。別にあの子はストーリーに関係あるモンスターではないのでしょう。ちょっと怖いから今はちょっと逃げておこうね。へい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 。楽勝。ちょっと正面から、うわーすげーなー。すげーなー。今はまだ戦う時ではない。てかこれ逆方向行ってない？なんか来た方向に、やめてよね。なんか来た方向に戻っていきよる気がする。ちょっと先に進まなければ。こんなところでうろうろとレベル上げをしている場合じゃないんだよ。へいへいへい。おお、なんだなんだ。はあ、消された。あー、すごい。なんですって？ちょっと逃げますね。アイナたちは逃げ出した。恐ろしい。なんかあっという間に消されていったんだけど、何事？はい。きっとここのモンスターのことを舐め腐った態度をとっていたからだ。さっきのドラゴンおらんくね？いなくなったの？あ、ってことはマジで本当に、本当にそういう不定期に現れるモンスターなのあれ。いやー違うね、いたね。だって不定期モンスターにしてはちょっと、怖すぎるもの。いやー、うるさいんだよ、さっきから。ピコン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 と。いやー、どんだけ狙い定めてんの、私に。てか、君のおかげでちょっとね、行く場所がよくわかんなくなってんだ。いや、ただ単に空中ライドをいっぱい使ってるからなんだろうけど。ずっと地面を通ってきてたら多分、迷ってないと思うんだけれども。だってほら、地面ぴょんぴょん行くよりも空中パタパタ羽ばたいてた方が絶対いいじゃん。下溶岩だし。ビーストバーン。おし、とどめだ。イエーイ。あの、伐採マシンのさ、ああいう感じ好き。ああいう感じなんかかっこいいよね。こっちの方向か。ん？ちげえ。戻ってるって。だから戻ってるって、ほら、落ちるし。こっち、こっちだ。あっこだ。あっこなんかある。でもって、ちょっとここに。はいはい、溶岩のかけら。んで、よーし。見えたからもうちょっと、キラーパンサーに。変えといて。陸上ライドは断然この子がいいさ。溶岩のかけらを手に入れた。エレベーターが動いている。利用しますか？ほい。あ、これでエレベーターの先はモンスターいない感じ。あれだよ、きっと。センタービルと同じ感じだよ。崩落都市の。ルーラポイントを起動します。ほら、綺麗な場所に出たもん。ルーラの行き先に灼熱の火山、秘密基地、地下施設が追加された。崩落都市もね。センタービルの中は、めっちゃみんないたし平和だったけど。おぉ。なに？眠ってんの？なんか。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。
よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。